ヤングギター2018年8月号は、ギターと関西と銘打ちまして、なぜ関西からは、名ギタリストが多数輩出されるのかということをテーマにですね、特集を組んでおります。関西といえば、ラウドネス、表紙に登場のラウドネスの高崎明さんを筆頭に、東京側からの、関東側からの見た、関西という意見で、チャーさんのインタビューもあってですね、あとは関西でブルースシーンの大御所であります、山岸淳さん、その他、シャラさんだったりですね、大村隆義さんだったり、シュウさんだといった、面々のインタビューから、その関西ギタリストの、秘密をちょっと紐解くという感じです。それ以外にもですね、インタビューには登場しなかった、ギタリストを関西ギタリストメーカー30と銘打ちまして、30年の関西出身のギタリストなどを紹介しております。インタビューはかなり、読み応えあってですね、なんで関西から多数素晴らしいギタリストが輩出されるのかということに少なからずこう近づけているのではないかと思います。こういったですね、ビジュアル系のですね、レダさんと日崎さんの対談なんかもあったりですね、あとはですね、最近新進気鋭の、ラブバイツ、D ドライブ女性対談なんかもあったりします。これメーカーですね。ざーっと30人ずらずらずらっと、なかなか普段ヤングギターには出てこないようなギタリストの方もいらっしゃるんですが、いずれもユニークでとですね、あとは関西代表という中心として、大阪、今どんな大阪がですね、どんな感じになってるのかという、いろんなこう音楽のゆかりのある地をですね訪ねて、そういったものをレポートをしております。それ以外では、先頃ですね、来日公演を行いました、トリンバカパインとビニムアの、ライブレポートおよびインタビューと、機材撮影なんかも載せております。ということで、ヤングギター2018年8月号ギターと関西大特集組んでおります。書店、インターネット書店等で、お求めいただけたらと思います。よろしくお願いします。